愛しずかぎり浜松西京都がつか陸上競技村の坂日休むやんゲームズでさーしゃえゴーゴースタートでございます。本日マリオカート8デラックス、昨日と違って、ね、未来のホープたちじゃなくて完全に、ベテラン勢がね、多数在籍するこの部屋で頑張っていきます。よろしくお願いします。昨日はね、まあ安易にね簡単に1位取れたと思うんだけども、はい、今日はそんな一筋縄じゃいかない、そんな展開が予想されます。あいや、まずね、そういうね、そういう HC アガゴロのバックスナを俺にかましてくるとはなかなか勇気があるね。なかなか勇気あるし、それもなんか当たるの意味わかんないし、真面目だれよこせ。あー、それドンマイ、それはお前ドンマイだ。さあメダルもらって、その赤コーラやばいっす。さあまずはテレサやばいっす。まずいきます、前行っちゃいます。で、それ俺のメダルなんだって。まあまあいいでしょう。まあ向きになる必要ないから、まだ1周目だから。オッケー、そういう感じね。一回止まる、すぐ行く、でこっからお前そっちルート OK。 同じルート行っちゃうと避難する可能性もあるから、で雷ここで降る可能性めちゃめちゃあって、少し早い、少し早め、言ったよね少し早めって、俺言ったよね、みんな聞こえてたよね。まあいいでしょう。はい、キラー引いていく。全然まだ正気あるから。ちなみにここで負けたって思ってるやつは若手のホープ、若手のホープはここで負けたと思う。未来のホープはここで負けたと思うけど、俺はここで負けだと思わないから申し訳ないけど、これ使うわ。一旦これ使って次の、スターを持っていきながらみたいな立場にしたい。俺だねこれ、最悪だね。あ、これもすぐ使う、すぐ使って次はダブルアイテム。いやこれ髪は振らないんだよね、ここで振れないんだよね、振らないんだよね。やばい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 、やっぱ ベテラン強いぞ、ベテランが強い。あ、もう最悪だ。勝ち目なくなった、勝ち目を見失いました。まずメダル取る、メダル2枚いっぱい取って9枚にして。いや、それ何、そのがむしゃらな感じ、何がむしゃらな感じ。何これ、ワンチャン結構あれでさ、俺は勝つみたいな未来ない、俺は勝つみたいな未来を想像してみたい。6位、どうだ、アイドダイレスはモモカントリーということで、完全に総力ゲーミングなコースでございます。ベテランであればあるほど、このコースの勝率はぐーんとアップする。そんなね、ここ純粋な総力が求められるスタート、そんなコースで全く総力のないキャラクター、このシーズエで、どこまで立ち向かえるかを今から検証していきます。まずはメダル欲しいんだけど、メダル取れない、まあいいでしょう。とにかくまずは前で回る、避難せず前で回ることを意識する。風取れそうで取れない、そんなジレンマに、はいはい、メダルゼロ取られる。なるほどね、これシングルでいいでしょ。ダブル無理やり取りに行くと、ここでメダル OK、 ここでまずメダル3枚 OK、 まずこっからスタートしよう。でここもメダル取りに行く OK、 ナイスメダル1枚、ナイスメダル1枚で、それす、お前何がしたいの、下手くそが、ベテランなうんじゃねえことやろマジで。ごめんなさい、ちょっと言い過ぎました、ちょっと言い過ぎました。あー、止まれないね、止まれない止まれない、止まる余裕は全く持ってない。キノコ1個ですか、キノコ1個、1個って何、これショート化しないよ俺は。やばいやばい、いやちょ、炎投げんのやめよう。俺こっからもう一回立て直すから、こっからもう一回立て直すから。オッケーオッケーオッケー、アップでマジで。よし、こっから行こう、こっから一旦詰める、一旦メダルもう1枚取って、1回詰めて、詰めるとこ詰めて、進めるとこ詰めて10位まで上がってきて、ここでスター引けたら強い。さあどうでしょう、さあどうでしょう、運命はいかに。風も、ああ引けるで、風ももらえる、ここも行く、ここも使う、ダブルも取る、うまい、キノコ1個詰める、やり合ってる、いいよ、どんどんやり合って、それこれやる、1人ねえ、なんでね、だから5位じゃダメなんだよ、実況者が一番取っちゃいけない順位、おいベテランなの、お前一番微妙なやつみたいになってんじゃねえか、この野郎お前。ちょマジし、お、ごめん、今からエンジンかけるわ、エンジンかかったわ、もうもはやスカイガーデン3レース目、正直ここは厳しいと思う。でもその厳しさの中に英語楽しみがある。スタート、厳しければ厳しいほど燃えてくる爽やかゲームズでございます。
さ、なんかそれっぽい動きして、それっぽい動き重要。さあ、ここも普通に行く、普通に行かしていただきたい。ケツ防御しといて、待って、分かった、お前とは別ルート行く、落ち着け。もう会いたくない、君にはもう会いたくない。前で上げよう、それ高速緑バック。なんかスルーした、ありがとう。え、しかも2つとも投げてくれた、ありがたき幸せ。で、メダルも5枚あるでしょ。オッケー、オッケー、ギリダブライトってダッシュも乗れる。後ろ何？こっち怖いから前行っちゃおう、怖いから前行っちゃって、キノコ使って前行っちゃって、オッケー、いいよ。アメリカ人の黒と、アメリカ人の黒と平和に行く。アメリカ人の黒と、俺は白だ。それはさあ、もう不可避なんよマジで。ダブライト取る、オッケー、まだある。もう何使っちゃう、サンダどう、ポケモン言ってる。え、これ3であるでしょ、お前やる。あ、くそ、え、あるよね、ね、あるって言ってお願い。ないわ。ここで降る、どう、ない。あ、でも落下してるね。ダブライ取れる、どうよ、強い。いや、降るでしょ、さすがに。ガニ降るよ、これ。分かった、俺じゃない。赤ゴールバン、やっといて、削っといて、ジャンピングアクション、ダブル取れない、最悪。スター、振るでしょ、これ強いよ、振るよね、ここいつも振るよ、振らないのだ。なら次の前お父さんで俺は勝つ、前お父さんで俺は勝つ。未来が見えました。前全員落とされます。落とされません、全くもって。ラインずらしてる、ほら、にぃー、来た、上がってきたよ、サオちゃん。さあ、無理なところから2位まで上がってくる。サンジューは全くない、黒が1位。オッケー。まあ、こっからですよ、こっから次4レース目でしょ、1位取ります。はい、ってことで来ました、第4レースはリンリンメトロってことで、完全なる、打開コースでございます。僕の腕が光りますね、皆さん、僕の光る腕を見てください。ここ光ってますよね、スター、そういうこと、光る腕を今からお見せしますって言いながら、ゴリゴリまず前張りして、メダルを全部集めるじゃん、集める、メダルをまず全部集めるかどうかが、勝負の分かれ道。さあ、ここで止まる。ああ、メダル集めたら何のために集めたのかな。そういう、オッケー。なあ、うざいな、お前ら。弱くね、相手ね。まあいいでしょ。かなり後ろにまで下がっちゃったし、メダルもないんだけど、まあメダルがないなら集めればいいだけの話。ダブル取って、オッケー。で、インサス。強っ。ゴリ強いじゃん、こんな。使う場所も決めてる。まだ振らないよ、サンダー。お願いね。これ使う、怖え、マジで。ファン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 って音めっちゃしたから使っといて。でも、これ振る可能性もあるからね。ダブル取る。かなり食べたよ。あ、いいね。キノコいっぱい。キノコ1個使って、もう1個使っちゃう。あのゴリラだけはマジ処刑するわ。あの即、まあ、これ絶対カビは振るから。冷静庫で待って B でいい、全然 B、 前に詰まってるから、はい、強い、全然これ B でいいんです。でサンダーないです、これサンダーありません。さあ、メダル取ります。こうサンダーなくて前クソ詰まってるんで、最後差し切れば勝ち。全部見えた、最初が最後すでに見えました。ダブライ取れるかどうか、それが命。取れる、完璧、勝ちました。これ俺が勝ったっていうことをまだ信じられない人もいるかもしれないけど、俺これ勝ったんだよね。シングル取ってキロも出たら勝ち。バッバッ、うわー、クソさー、キロコ、いや、うまくない、でも、え、くっそうまいと思うんだけど俺、おまけの1レース、マジで。
はい、てことで、おまけの1レース、ネイチャーロード。完全にオーバーヒートしております、私の体。ね、ベテランのね、このクロードたちを今から、スタート分からせてやる時代がようやくやってきてまいりました。分からせます、今から。よろしくお願いします。まずメダル取る。メダル取れないけど、まあいいでしょう。キノコ1個取って、初動の膝を下げないんだよね。OK、ナイスメダル。OK、ナイスミートのジャンピングアクション。ダブライドナイス。結防御、素晴らしい、素晴らしい初動、6ぐらいでガッツし、いいよ、あとトゲ待ち、あとトゲ待ちで完璧な走りを見せるだけ、それだけ勝てる、ジャンピングアクション、もうここまでいい、何する、取るの、OK、アップダイブ、銀乗りで、後ろ赤ゴーラ、後ろ赤ゴーラ確認、後ろ赤ゴーラ確認です、なんか参加してきやがった、やれ、そのゴリラやれ、分かった。お前後ろ投げんだよ、いやーやばい、それマジでやばい、そのファイアフラワー当たったら俺終わる、結望よ、サイオッケー、いい感じいい感じいい感じ、 なんかしかも落ちてる、いいよ、トゲ待ち、トゲ待ちステップ始まるよ、ジャンピングアクション、いいよ、これは来てる、メダルも9枚ある、これは来てる、これはいい、これはいい流れ、俺流れ、キノコめちゃめちゃ多い、後ろショート化される、ボムやばい、もうそれはさ、それ犯罪って言うんだよ、トゲいってる、絶対こっちルート、なんか被弾してる、絶対こっちルートだよこれ、もうそれはスナイル、待ってやばい、それタルだけ、いいよ、まだあるまだある、まだあったのに、無理なことばっかりじゃん、え、どういうこと、クソゲーじゃん、クソゲーじゃん、遊びはここまでだ、うん、まあベテランだろうが未来のホープだろうが最後に勝つの俺って決まってんだよ、ここよろしく頼む、スタート、このゲームね、最後に勝ったやつが一番強いんだよ、お前ら知ってたか、このゲームは最後に勝つやつが一番強い、さあこのミータも食べてる、 OK メダルもいっぱい、でこれアイテム1個でいい、1個でよくて、ケツ防御やっていく、素晴らしい、素晴らしいケツでやって、ナイスケツで、でもメダルもちゃんと1枚ずつ、もう1枚取ってダブルアイテム、いいよ、あいいね、トゲマチステップできます、これトゲマチステップしながらジャンピングショー決めて完璧です、2最強理論証明します、今から変な音すんなよ、あちゃんと葉っぱをやる系乱して、葉っぱやる系乱したら俺も攻めていくよ、どんどん攻めるよ、俺もボム油っかしいで、それもう1個投げるよ、どうぞ、おいしい、おいしいっすか、それおいしそうだね、ボムも引いちゃって、待って変なカバーいらない、さあ何持ってる、やっぱりやってくると思ったよ、どうする、俺ボム持ってるけど、ケツ防御しちゃおうかな、ケツ防御しちゃって、俺とお前の戦いしようぜ、ダブルは潰すよ、トゲ来てるけどどうする、これ間に合うかな、ここトゲ消えてないか、ちょっと待って、なんで消えた、あお前らそういうグルね、ボイチャつないでる、もしかしてこれ、え、グルですかお前ら、うわグルだこいつら、クソゲーの終わり、そして未来のホープ、苦労とベテラン関係なくネオクズパシティで勝つのは俺って決まってるんだ、ここスタート、100世紀昔からだ、行くぜ、絶対1位取ります、さあまず完璧なライン取りで、完璧な赤コラ傷つけして吸わせて、でこれもメダル2枚、完璧で、完璧すぎるで、全てがスーパー解放して、ケツつけして、早めにミンタも解放して、それ当てんのうまくない、お前ちょっとだけどする、それ俺よかった、俺じゃない、まあまあいいでしょう、まあいいでしょう、
こっからでも勝つのがネオだから申し訳ないけど、こっからでも勝ちます。さあダブル取れるよ、ダブル取れてキノコナイス、で欲しいもん全部き、欲しいもん全部きます。さあ前行ってメダル1枚取りたかったら取れきれない、そのバナやらしいとこ置いてきそうだよ、知ってる、そこ置いてくんのも知ってた。え、ジャンピングアクションキノコ使って OK 全部燃やして OKOK 彼燃やして、ダブル取れないか、ただ OKOK 最後まで戻ってきた、素晴らしい、全部作戦通り素晴らしいよ。ちょっと激しさあったけど、だいぶ激しかったけど、まあいいでしょう。やっといてサーキットストアやっといてキノコで一気に詰めていく、勝つなら詰めるしかない、いや取られる、勝つならでも詰めるしかないんだよね。アイテムいこって OK、 あがこれ一個引いたらマジ熱い、あとあいつはボムを引かないことを祈るだけ。いやー、アイテム前開いてろ、ちょっとサンダーセンスないけど、でも後ろのキラーしか打開しないから、これはまだチャンスだね。ダブル取って強すぎる、こんなん勝ちじゃん、これ勝ちです、これ世間一般的に勝ちっています、これがネオなんだよね、これがネオなんです皆さん覚えておいてください、これ負けようがないです、ここから勝つからボムをひっかくりと全て横に行って、俺様だ勝つんだよね、ネオ誰でもかかってこいよ、ジャパンでも誰でも、ここだけは負けないから、マジで配信ありがとうございました、グッドボタンありがとうございます。